はい、どうもタクチャンネルです。今回はこのファイアーエンブレムのね TCG が出て、俺個人的にすごいファイアーエンブレム、まあ若干にわかかなっていう、途中やってないシリーズもあるんで熱烈ではないかもしれないですけど、結構好きでファイアーエンブレム、それが TCG、 まあ実はねすごい昔TCG にもなってたんですけどね、今回また新たにTCG ができたということで、簡単にどんなカードゲームなのか、自分が理解している範囲で、この動画でね、お伝えしようと思ってます。はい、でこのゲームでまず変わってるところがあって、それはですね、主人公キャラというのを1枚設定します。この、なんか主人公マーカーというのがあるんですけど、ここに主人公を1枚置くということです。でこの主人公を選ぶルールは、ここがねコスト1のやつを選んで主人公として選べると。だから、これマルスですけど、スターターだとマルスを主人公にするのがおすすめなんですけど、マルス以外でもね自分のお気に入りのキャラクターがいたらね、それを主人公にできるということですね。これはなかなか面白いシステムですよね。で初期手札が6枚、これヴァンガードでいうところのヴァンガードみたいな、若干そんな感じがありますね。はい、初期手札6枚で最初、一度だけマリガンをすることができると。でですね、この初期手札に関して言うと、このマルスの主人公キャラのクラスチェンジが初期手札にはないときついってことが一応おすすめされてるので、一回マリガンしましょう。で一回手札全部戻して引き直すってことができるみたいです。引けるかな。要はヴァンガードと同じで、この主人公がクラスチェンジできないと結構不利だよっていうことがあるみたいですね。あった、今回引けました。これがクラスチェンジしたマルスですね。これが引けてたら割と安心でしょうということです。で初期手札6枚を引いたら、このオーブというのがありまして、ここに5枚置くということです。でこの5枚っていうのはですね、このデュエルマスターでいうところのシールドなんですね。主人公が撃破された時に、このオーブを撃破された側が1枚引くことができる。だからダメージを受けると手札が増えるっていうことで、ポケモンとは逆ですよね。ポケモンは相手のポケモン倒すと自分が手札増えるけど、それとは逆で、やられるとやられた側が手札が増えていくという、これはなかなかいいと思いますね。押されてる側が手札においては有利になっていくという、そういうシステムになってるみたいです。はい、でフェーズの進行ごとにやっていくと、先行1ターン目のプレイヤーはドローと、アタックができないということになってます。で最初開始フェーズに、ドローをするんですけど、先行1ターン目はドローができないということですね。で、その後絆フェーズというのがあって、手札から1枚、絆ゾーンにカードを置くということができます。何を置こうかな、置きました。こう横向きに置くと。で要はこの絆っていうのが、デュエルマスターでいうところのマナなんですけども、どっちかっつうとですね、ガンダムを知ってる人いるかな、もう最近あまりされちゃってね、やってる人いないんですけど、ガンダムウォーの G に近いですね。国力というか、それに近い感じですね。タップしてどうこうっていう感じではないんですよ。で、絆に置くと。で、次、出撃フェーズ。出撃フェーズで、要はここにある、絆にある数分のカードを出撃させることができるということです。今、1があるので、この1の
コストのを出撃することができるということです。でこれがね非常に面白いのがで出撃が終わったら行動フェーズなんですけど、このファイアーエンブレムの面白いところがすごく反映されてるなと思うのが、この前衛後衛っていうのがあって、まあ、出撃の際後衛に出撃することもできるんですよ。でこの前衛後衛っていう概念が結構このゲームの特徴としてありますね。でこのカードごとにここにね射程っていうのが書いてあって、射程1と射程2、だいたい射程1と射程2、あと射程1射程2と両方を持ってるユニットがだいたい存在します、現状で。射程1だとずっと、例えばここにいたらこの射程1、一つ先の相手の前衛エリアに攻撃ができるってことですね。で射程2だったら、2つ先の こいつの場合は2つ先だから相手の後衛エリアに攻撃できるよという、射程2だったらね。で例えば射程2のキャラクターをここに置くと、まあ、弓兵とかはだいたい射程2なんですけど、ここに置いたら相手の前衛に攻撃できると。ただここに置くと前衛には攻撃できないけど相手の後衛には攻撃できるよっていう感じで、このファイアーエンブレムの射程という概念、まあね、あの DS のゲームでも射程という概念が大事なんで、そこがうまくカードゲームに反映されているということです。で、その行動フェーズっていうのがあるんですけど、行動フェーズでは、これ行動済み状態、レストすると行動済み状態なんですけど、レストすることでその射程、先ほど言った射程のところにアタックを宣言することができて、あとね移動っていうことになる、移動っていうのができるんですね。移動すると、まあ、移動しただけで行動済み状態になっちゃうんですけど、移動という概念があります。で例えばこの主人公キャラのダメージがね受けたくないなって時は主人公を下げて移動済みにして、でこいつで守るみたいな、そういうことができるってことですね。で、行動の時、アタックした時にですね、まあ、相手のアタック対象を選ぶわけですけど、まあ、例えばこういたら選ぶわけですけど、その時にこの戦闘力を比べ合うということになるんですが、ここでまたこのカードゲームならではというか、まあ最近流行りのねデッキトップをめくるというねアクションが、発生する風になってます。アタックを宣言したら、アタック側もデッキトップをめくって、防御側もデッキトップをめくるということになってます。そしてこのめくれたカードの支援力と、あとですねこの、支援効果ですかね、支援効果っていうのがあるんですよ。カードによっては支援効果っていうのがここにあって、この支援力プラス20プラス支援力が戦闘力に足されるということと、あとこの支援効果に書いてあるテキストを、適用するということがお互いに起きるというわけです。で 今適当にやった場合だと、こいつは30足す10で40になって、こっちは40足す20で60になって、でこっちは、攻撃側だとプラス20されるっていう支援効果があったんですけど、こっちは防御側なんで、まあ、何も起きませんでした。こっちは、防御側だと、相手の攻撃ユニットは必殺攻撃できない、そう必殺攻撃っていう概念がまたあってね、という効果が出たと。で現状だと40足す20、60、こっちが30足す10で40なんで、攻撃側が、大きいですよね。で、攻撃側が防御側と同じかそれ以上の、戦闘力になった場合は、相手のユニットを撃破することができますと。でめくったカードは、ドロップゾーン対比エリアに置きます。で防御側が、攻撃側に負けた場合は、撃破されると。で攻撃側が、防御側に、数字が低かった場合は、攻撃側は撃破されるってことはないです。はい。でさらにですね、これさらにもっと戦闘を複雑にする概念があってですね、足し算した上で、この今アベルで攻撃しましたよね、この同盟カードアベルで攻撃した場合に、アベル手札からアベルを捨てるとですね、
戦闘力が、支援力を足した合計のさらに2倍にできるっていうね、ちょっと必殺技ができるんですよ。そうすることで弱いユニットでも強い相手を撃破するチャンスがあると。そして防御側も、必殺回避っていうのができて、防御側も、防御側のと同じ名前のカードを、手札から捨てると、必殺回避必ず攻撃をかわすということができるというちょっと面白い概念がここに入ってます。で、若干ね、俺やってみた感想を、なんか攻撃するたんびにめくるっていうね、ヴァンガードとヴァンガードだけがめくるじゃないですか。若干だるいって感じが、印象が現状あります。慣れれば、まあ慣れればね、ただこのちょっとめくって数字が足されてっていうランダム性が若干面白くしてる部分であると思いますね。あ、で今思い出した、注意したいのが、例えばマルスで攻撃した時にデッキからマルスがめくれてしまった場合、これね、同盟カードがめくれてしまった場合、支援効果が不発するというルールがあります。つまり同盟カードを捨てるとパワーアップする効果がある反面、同盟カードが出ちゃうと、支援が不発するっていう、なんか構築のジレンマがここであるんですね。なかなか面白いですよね。で、全員行動済みになったりとか、なったりするまで、行動フェーズで行動ができるということです。で、ちょっともう一つ追加でね、説明しておきたいのがあるんですけど、まあ大体こんな感じになってるかな。こんな風になって、なったとするじゃないですか。こうかな。ターンが進行する。まあ、一旦に一度絆にカードを置いていくんで、こんな感じで増えていくと思うんですけど。で、出撃フェーズで、例えばここに3個あったら、ですね、3個あったら合計3まで出せるってことなんだよね。だから、ですね、例えばこの1のやつとかを、1のやつとかをこう1,2,3って出すこともできる。3枚あるからね、合計3まで出せるということらしいです。あとクラスチェンジって概念があって、まあさっきこれね、このクラスチェンジの場合はこの出撃、は4なんだけど、ここの下の3っていうのがクラスチェンジコストで、この場合だと3あるので、このこいつをクラスチェンジすることができると。でクラスチェンジで3コスト使ってるので、もう1はもう出せないよって感じですね。もう1枚あったらクラスチェンジした上で1枚出すってことができますね。絆が4枚あったらね。で、あとね、クラスチェンジボーナスっていうのがあって、クラスチェンジした時にワンドローできるという、これはかなり重要な概念だと思いますね。だからなるべくクラスチェンジした方が有利なんだよね。出してワンドローできるからね。それとですね、大体起動効果を持ってるんだよね。これなんか、起動効果を持ってるやつらがいてですね、これが大体コストの支払いが、で大きく分けて2種類あるんですけど、まあ、行動済みにすると。攻撃も移動もしてないのに行動済みにして、するというコストがあるのと、あと、この絆を裏返すっていうコストもあるんですね。で、こういうコストを支払って、この場合だと、こいつを行動済みにし、絆を2枚裏返すコストで、対比エリア、ドロップゾーンですね。ドロップゾーンから、好きなカードを手札に持ってくるよという効果があります。これ結構僧侶とかね、回復するユニットがこういう効果を持ってるんですけど、これ結構強くて、これ例えばマルスを回収すると、マルスが必殺攻撃とか必殺回避ができるようになる。ってことですね。先ほど言った同盟カードを捨てることで必殺技と必殺回避ができるんで、そういうのができたり、まあ、展開したい場合は、他のユニットをね、対比エリアから持ってきてってことができます。でこの裏返すことによってね、色がなくなっちゃうとやばいんですよ。あの出撃の際に色がないと出撃できないっていうのがルールがあります。だから少なくとも1枚赤がないと赤のユニットは出せないっていうことですね。この場合4、
4が4つ絆があって1枚赤ですよって場合はこう3、1とか出せるんですよ。1色でもあれば出せるんですけど、全部裏だと何も出せなくなっちゃうと。また多色でね、多色でデッキにする場合は結構しんどいそうですね、このルールだと。赤青とかで出したいとき、これが例えば赤青とかじゃないと、赤青みたいな出撃はできないってことですね。うん、これはまあスタートデッキは単色でできてるんで、そういう心配なさそうなんで、まあ少なくとも1枚は色を出していないといけない。表側になって色してっていうんですかね、色を出してないといけないっていうことです。はい、まあ、大体全体のルールはそんなところですかね。うん、そう、あとはそれぞれ効果が書いてあってなかなか覚えるの大変なんですけど、はい、で結構ね、現状ちょっとプレイ時間長めなのかな。うん、この5枚が多いと感じるぐらい、ちょっとまあスタートデッキだから全然オーブが割れない環境なのかもしれないですけどね、もうちょい強力で派手なカードが出てきたらバンバンオーブが割れるのかもしれないんで、ちょっと現状なんかプレイ時間長く感じました。うん、でもなかなかね、ファイアーエンブレムらしさがこの移動という概念と射程があるっていうところが熱くて、でまあね、ちょっと微妙なのはデッキトップめくってね、足し算するっていうね、そういうのがあるんですけど、若干その足し算がだるいかなっていう俺の感想としてありますね。ただそこでちょっとランダム性が出てるんで、まあファイアーエンブレムらしいっちゃらしいよね。うん、その攻撃が命中するか外れるかっていう駆け引きってファイアーエンブレムでもあったと思うんですよ、ゲームでね。その辺を表現したんだと思いますね。うん、まあなかなか楽しいですね。ファイアーエンブレム好きな人はちょっと触ってみる価値はかなりあるんじゃないですかね。うん、かなりカードゲームとしても面白いと思います。うん、じゃあ今回は簡単にルール全体を説明するという感じで動画を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローよろしくお願いします。